みなさんこんにちは。こんにちは。ラブルのプチジャズライブ、今日はリトミック教室オンラインバージョンでお届けします。みんなね、一緒に音楽楽しみましょうね。じゃあ早速1曲目は、とってもいい天気なのでお家の中でも散歩しよっかな、そんな曲お届けしたいと思います。では聴いてください。また何かの音がする。これ何の音か分かる？答えは救急車がやってきたね。救急車通してあげないといけないから、みんな止まらなきゃだね。
なったらまた歩いていこう。楽しみながら、そしてね、ジャズのリズムに合わせて今日はみんなと楽しい時間を過ごしていきたいと思います。それじゃあね、次の曲は、たぬきさんの曲をお届けしたいと思います。げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねして、抱っこしておんぶしてまた明日。どうかな、みんなたぬきさんになれたかな。もう一回やってみようか。いくよ、1、2、3、はい。げんこつ山のたぬきさん、知って、あ、おんぶしてまた明日。お姉さん間違えちゃったね。みんな上手にできた？いいですね。じゃあね、今度は大きい大きいたぬきさんでやってみるよ。いくよ、1、2、3、はい。げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねして、抱っこしておんぶしてまた明日。どうかな、大きいたぬきさんになれたかな。いいですね。じゃあね、今度はちっちゃいちっちゃいたぬきさんになってみましょうか。いってみるよ、1、2、3、はい。げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねして、抱っこしておんぶしてまた明日。かわいいたぬきさんになれたみんなに拍手。せっかくだから私たちの自己紹介もさせてもらおうかなと思います。まず私、歌を担当してます、山口沙織と言います。みんなからは沙織お姉さんと呼んでもらえるといろんな意味で嬉しいです。
ちょっとね、画面で皆さんの声は聞けないんですけれども、よかったらパソコンの前で、iPad の前、タブレットの前、スマホの前でね、沙織お姉さん呼んでもらえたら嬉しいです。みんなに呼んでもらえますかね。きっとね、あ、なんか聞こえる、聞こえてくるよ。せーの、沙織お姉さん。ありがとうございます。心の声が聞こえましたね。心の声で届きました。優しいみんなに拍手。そしてそして、今日はエレクトーンという楽器を担当しています、やすし博士と言います。皆さんよろしくね。こんにちは、お願いします。また後でね、やすし博士がこのエレクトーンの素敵にね、たくさん演奏してくれますので、楽しみにしていてください。それではそれでは、次の曲、これもね、手遊びをみんなで楽しみたいと思います。結んで開いてって曲なんだけど、知ってるかな。知ってる。よし、じゃあ結んで開いてを私たちと一緒に楽しみますよ。そう、ジャズは自由の音楽なので、結んで開いてで、どっちが結んで開いて上手にできるか勝負しちゃいます。いってみましょう。負けへんで、負けへんで。あの関西弁出たんですね。1、2、3。1、2、3、はい。
化けがたくさんいるな。いやお昼なのにこれ大変。エレクトーンという楽器を弾いてくれますが、やすし博士はみんなが画面の前でやすし博士って呼んでくれると、エレクトーンを使って何か面白いことしてくれるかもしれない。では行ってみましょう。せーので、やすし博士って呼んでみるよ。行くよ、せーの、やすし。あれ犬、また犬、あれこれも曲名でさ、ね、牛、ね、またいた何の動物だろう。馬鶏だよねなんだろうね、これはもしかして川とかにいるカエル？楽しめるんですね。ね、すごい1000種類ぐらいの音が鳴るんですけど、あらあら、ね、その中からこう自分でどういう音を今日は、ね、使おうかこう、ね、考えながら頭のコンピューターをビビビと使ってですね、素晴らしいねじゃあね、次にお届けする曲はそんな動物が出てくる曲、またやっちゃおうかなと思います。みんなで沙織お姉さんの真似をして遊んでみましょう。真似っこ子猫。
という間で私たちラブルーのオンラインリトミック教室次の曲で最後になります。じゃあね、次の曲はですね、私たちのオリジナル曲お届けしたいんですが、これもねダンスがあるのでよかったら一緒に踊ってくれると嬉しいなと思います。そしてね、また皆さんとどこかでお会いできる日を、そうね、今度はねオンラインじゃなくてどこか、ね、そうね、対面でね、対面でもまたオンラインでもいっぱいね会えたら嬉しいなと思います。みんな元気に過ごしてくださいね。では最後の曲は愛してるという曲をお届けします。サビの部分に振り付けがあります。もしね小さいお子さん抱いていらっしゃるお母さんたちいらっしゃいましたら、振りと一緒にねお子さんぎゅーしてあげてください。では行ってみます。もう行っちゃいますか。こんな感じです。あ、こんな感じね、OK です。いくよ、こんな感じ。 I love you I love you。 さあハートを作りましたよ。君が大好きさ、 I love you I love you。 愛してる、こんな感じです。いかがでしょうか。もう一回やってみるね。行ってみます。ちょっとテンポでいってますか。じゃあ、うん、結構早いですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、はい。 I love you I love you、愛してる。もう一回いくよ。 I love you I love you、 君が大好きさ、 I love you I love you、 愛してる。どうかな、できたかな。じゃあね、この曲を一緒に楽しんで今日の演奏はおしまいにしたいと思います。では行ってみましょう。愛してる。
ありがとうございました。それではこれよりラブルーのお二人にリトミックやジャズ音楽について聞いてみたいことなどがありましたら、Zoom のチャットは全員宛に、YouTube はコメント投稿にて質問を受け付けますので書き込みをお願いいたします。沙織お姉さん、とっても楽しい時間だったなと思うんですけれども、ご自身いかがでしたでしょうか。こういう形での取り組みは私たち自身もね初めてだったのですごく新鮮だったんですけれども、とても楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。はい、質問は、まだ届いてないですかね。では私の方からちょっといくつか質問をしてみたいなと思うんですけれども、はい、リトミック家でやろうかなと思った時に、はい、何かその簡単にできるリトミック何かありますでしょうか。そうですね、本当に今曲の中でもあった手拍子を使ってお母さんお父さんの真似っこをリズムを真似っこしてみるっていうのも楽しいと思いますし、あと好きな曲に合わせて一緒にね更新しながら今日やっていた私のこんなダンスをね一緒にやってみたりとか、そういうところからもお家でねいろいろ取り組んでいけるかなと思います。なるほど。それから、楽器がなくても自宅でリトミックというのはできるんでしょうか。はい、そうですね、楽器がなくてもできちゃいます。手作りで例えば紙コップの中にビーズとか入れてもらって蓋を閉じてシャカ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 マラカスを使ってリズム遊びしてみたりとか、あとはお家のハンカチとかでもいいので、そのハンカチをゆーら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 音楽に合わせてみたりとか、そんな形でもねいろいろ楽しめると思います。ぜひぜひやってみてください。続いて、ジャズに関してなんですけれども、はい、子供に聴かせるジャズとして何かおすすめの曲とかありますでしょうか。そうですね、おすすめと言われると、私たちのプチジャズそうですね、CD がね、あ、そうですね、CD もそうなんです出ておりますが、童謡とかアニメソングとかをアレンジしてジャズをお届けしていますので、うん、そういうところからね、そのジャズのリズムっていうのを親しんでもらって、そこからいろいろな歌があるものだけではなくって楽器演奏の曲とかもいろいろありますし、あとはトムとジェリーのお話の中でもすごくジャズの音楽がね使われていたりとかするので、そういうところからまず楽しんで親しんでもらえたらなと思います。はい、それからですね、歌の上手な歌い方とかはありますでしょうか。歌い方、もうとにかく思いっきりのびのびと歌ってもらえれば、体は楽器なのでどんどん自分が鳴らせるよっていうのが分かってくると思うので、ね、とにかく楽しむっていうこともとっても大事ですし、あとは唇ブルブルっていうボイストレーニングがあるんですけど、こうやってねブルブルって唇ブルブルさせながら声を発声する、そうすると喉がすごく柔らかくなってとてもとても声の出しやすくなるトレーニングだったりするので、これね小さなお子様でもね真似してねトライしてねやれたりできるので、ぜひやってみてください。唇ブルブル、それなんか小さいお子さんの方が上手にできる気がする。そう巻き舌とかね、上手なんですよね。昔子供の頃できはったはずなのに、柔らかいからかな、ぜひぜひ試してみてください。はい、質問届いております。お、やった、リトミックでどんな効果が得られるんでしょうかという質問なんですけど。そうですね、音楽的な発展っていう部分もそうなんですけれども、何か自分で自己表現をしていったりとか、音に対して反応するっていう、そのコール&レスポンス的な何かを感じ取って自分が表現するとか、そういった心の部分とか、感受性の豊かさとか、そういったところもリトミックの持つ
素敵な部分かなと思います。はい、はい、ありがとうございました。では楽しいお時間はあっという間ですけれども、お時間そろそろ参りましたので、これで質問コーナー、終了とさせていただきたいと思います。それでは、沙織お姉さん、やすし博士から最後に一言皆さんにお願いいたします。あ、僕からね、はい、はい、ね、急にカメラが振られました。本当にですね、今日はこのリトミックっていうですね、音楽を通して今ね言っていただいたこう自分を表現するっていうことをこうどんどんね、これからお家でもこうテレビとかですね、Zoom、YouTube 通していろんなこう音の情報がね、こう耳を通して入ってくると思うので、そういうのを通してですね、あのさっき言ったこう、ね、身近なものを使ってこう音を鳴らしたり、ハンカチをこう揺らす、その揺らし方もこう一緒に変えてビュービュー、ね、風が吹いてるみたいに振ったり、こうやって言ったり振ったりとかしながら、音楽と一緒にですね、楽しく、過ごしていただけたらなというふうに思います。はい、今日はありがとうございました。そうですね、リトミックの魅力ももちろんなんですが、ジャズの持つ自由に楽しむ音楽っていうところもとてもとってもお子様にね、とてもぴったりで、私たち全国の訪問コンサート行っているんですけれども、うん、そこでね、ジャズコンサートをお届けすると先生方が驚かれるっていうことが多いんですね。あれ、何々くん、あんな風にいっぱい踊れる子だったの？え、何々ちゃん、こんな風にいっぱい歌える子だったの？って、その音楽を通してジャズの自由度を通していろんなね、その子たちの持つ魅力とか可能性が広がっていくという、そういった現場をたくさんたくさん私たちも実際に感じさせてもらって感動ももらえています。なのでぜひね、またこれだけじゃなくって、これを機にいろいろなジャズの音楽とか一緒にお母さんお父さんと楽しんでもらえる機会をお家でもいろいろな場所でも心がけて楽しんでもらえたらなと思います。今日は本当ありがとうございました。